8時だよ。音楽道場を聞いているあなた。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、エンディングまで、エンディングの曲が始まるのが57分14秒なので、そこまで8分ぐらいかな、うん、残りをまだ楽しい話を。楽しい話をというかメッセージがまだ来てないんですけど、うん、まあそれはまあいいとして、この間に盛り上がっちゃうからね、曲かかってる時に。そう、聞こえないところで盛り上がっちゃってるからね。そうですね、どうしようかな。サンフランシスコの行ってない情報がありました。姉妹都市が大阪市、うん、初めて聞きましたねなんか10個以上あったんですけど、世界各地に、はい、日本は大阪市だけが姉妹都市らしいですね。ちなみに伊豆の国市はどこなんだろう。伊豆の国あるのかな。いや、あるよ、ね、うん、絶対あるはずだし、ありましたよね。オーストラリアのどっかですよね。あ、なんかでも調べたことある気もするけど、うん、なんかそういうので交換留学とかやってるんですかね。なんかあるのかね、そういうメリットじゃないけど、ね、まあ、ですよね、やってるんでしょう ね、 でもね、何のための姉妹都市提携なんでしょうか。やだな、なんか政治の、政治っていうか金の匂い本当にしてたらやだなそこまでしなそうじゃん。いや、でもあれだよね、大阪市だけだけど、僕らもサンフランシスコと全然姉妹都市組みたいですけどね、うん、それで繋がれるなら、うん、で例えば坂の多い町だったら、うんうん、なんか同じサンフランシスコと同じ境遇じゃないかみたいなので、うんうん、姉妹都市が結ばれたりしてたら面白いですけどね、うんうん、熱海とかいいですね。ああ、いいですね、熱海ですね、うんうん、姉妹都市の話、うんうん、そう、姉妹都市気になるんですよ。そう、ということで、まあ、もう少しモタさんの話、はい、をしたいんですけど、まあ、お店の場所とかもね、うん、そうだね、場所、まあ、場所は沼津の南口の仲見世商店街っていう古いアーケードがあるんですけど、それの一番終わったところですね、うん、終わったところ、終わって出たところですね。駅から何分ぐらいですか。プッシュだったら多分2、3分、うん、前回あれですよね、あのトリックスのお店と近いですよね。あ、そうだね、トリックスさんはもう本当家からそうですね、歩いて 1,2、うん、分って感じですかね、はい、だからもう目つぶってプッシュしてももしかしたらいけるかもしれないっていう路面の状況を覚えておけばあそこのマンホールだな、ここ曲がるみたいな目隠してそういうので覚えておけばいけるかもしれない、はい、うん、音で目は使わなくても、路面の振動と、ね、路面の振動を足から受け取って、うん、それを脳みそに伝えて頭の中で映像化していけるかも、トリックスにたどり着くと。普通に目開けたあいつ何してんだよって話ですからねもう助けてくれるかもしれない手取ってくれるかもしれない大丈夫、どこ行くの。うちの店の前をそんな目をつぶったスケーターがいたら俺が助けますね。あいつ挑戦してるんだと思うと手は出せないですねもしですよ、あの目つぶって、元まで来たら、うん、あのケンさんなんか、あー、コーヒー一杯、コーヒー一杯らしいですよ皆さん。どうやって証明するのそれだから、あの服とか破れてたら OK こいつこけたら横断歩道は危ないからやめてもいい横断歩道は人の多いとことか迷惑かからない程度 で、 そうですね、うん、一応そういうところの配慮はしながらスケボーをした方がいいと思いますけどいや、それ面白いな。この間トリックス先月の時に、はい、割引になるなんて言って、うんうんうん、あれどうなったんだろうね、来たかな一人ぐらい、どうなんだろうね、なんかお店で8時だよ全員、あ、じゃない、全員じゃないよ8時だよ音楽道場っていうその、まあ、合言葉みたいなのを言ったら、はい、ステッカーと消費税がサービスなんて言って、うん、すごい太っ腹だなと思って、太っ腹だな、そう、そんなことしてましたね。今回うちはあら、お先着じゃあ1名の、はい、ドリンクをサービスして、ドリンクサービス、ありがとうございます。明日営業、明日はやってますね、やってます。何時からやってますか。2時からです。2時から4時まで、早もん勝ち。先着というか、あの
ラジオを聞きましたって言った人1名様ですね。どんなドリンクありますか。コーヒー、コーヒーや、まあ、チャイ、カフェラテ、うん、あとはまあジュース、フルーツジュースとか、まあ、簡単なちっちゃい店なので店の中では飲めないんですけど、うん、外か持ち帰りという形でドリンクも出しているので、まあ、その辺が飲める方、外で飲みながらタバコ吸うのがすごいいいんですよね。 あそこいいですよ ね、ゆったりしてるあそこの通り、場所気になる方はインスタグラムから、ね、そうですね、写真を見て、ね、あるのでぜひ、いやすごいいいですね。ホームページとかもやってるんですか。ホームページネットショップというか、そのネットウェブショップと、あとはブログだったりインスタグラムもあるので、どうにかインスタグラム、ケンさん今年結構盛んですよね。そうですね、去年の6月に作ってアカウントを作って、毎日一つ載せるっていうのを自分に課して、今多分280日目ぐらいだけど、お正月も欠かさず1日1枚だけなんだけど、アップ続けてますね。すごい。名前ネーミングのスペルかなんかは、なんて名前でアカウント、モタドットストアですね。はい、それでインスタグラムですね。モタドットストア、モタは MOTA ですね、はい、あとはお店の STORE です。はい、いやもうすぐ検索してフォローしてください。はい、まだ全然喋っていいのが57分、14秒ぐらいですね。まだまだあと何秒、もうどんどん数字があと2分ぐらいあるよ。次、うんうん、ちょっと僕のかけたい曲なんですけど、最後、うんうん、これどういう経緯で知ったかというと、ニューディールっていう板のブランドの96年のプロモビデオ、プロモっていうタイトルのビデオなのかプロモビデオなのかの3人ぐらいいたのかな、 JB ジュレットと、うんうんうん、あとはマット・ミリガンと、ネイル・アーウィンって言ったかな、その3人が出てる中のそのネイル・アーウィンのとこの曲なんですけど、うん、もうなんか自分の中のアメリカ、うん、アメリカっていうか初めて好きになったビデオというか、うん、いいなと思ったシーン。パルフィクションにも入ってますね。入ってます、ね、入ってま す, 入ってます。そうなんですよ、ダスティ・スプリングフィールド詳しいな。いやいい曲なんですよ、うん、時代はもっと古いでしょうけど、うん、そう、それをかけたいんだけど、もう少し喋らないとかけられないんでなかなか卒業できない一曲ってことですよね。なかなか卒業できない曲なんですよね。今日一枚も来てないね。今日はそのメール送るの卒業した。あ、みんなそういうこと？じゃあもう来月まで入学しといてもらわないと。そうですね。来月まで入学してもらってメールをガンガン送ってもらいたいと思うんですけど、まだ13にまだ10秒ぐらいありますね。モタさん。はい、コーヒーだのドリンクが1杯ただに無料でもらえるそうなので、ぜひみんなで行ってください。次の曲ダスティスプリングフィールドでソンオブアプリ